皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド名古屋からカスタマイズした車両をご紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの飯村店長です。よろしくお願いします。お願いします。紹介する車がついに完成しました。こちら、はい、完成しました。マンソリー G クラス、はい、これが2ヶ月ぐらい結局かかりましたね。そうですね、ついに完成っていうことなんですけども、はいはい、他の動画にもあれまだですかどうなりましたかなんてコメントいただきましたけど、はい、ちょっと最初そこをお話しさせていただくと、はい、今その輸入パーツがすごく、うんうん、まあ、ちょっとそのコロナの影響だったりだとか、はい、もろもろでちょっと時間がかかっちゃってですね。そうね、その前回 の, ワイドスターに引き続き第2弾遅延、うん、ちょっとお客様には非常にご迷惑をおかけしてしまっている状態なんですけど、はいはい、もう最後 の, そのタイヤホイールがもうちょっと伸びに伸びて、はい、今回少し遅くなってしまったんですけれども、はい、ものすごくかっこいいのができたんで、はい、まあ、ちょっと詳しくご紹介させていただきたいと思います、はい、そして毎回オーナー様像にちょっと触れてるんですけど、はいはい、最初ちょっと触れましたよね。最初ね、ちょっと今回はご紹介できない、はい、できません、はい、オーナー様ではあるんですけど、はい、ものすごく若くてイケメンの方。そうです。なんでちょっとこのギャップを今回紹介する車と、そう、ね、このオーナー様のちょっとこう爽やかさの、はいはい、ちょっとそれを想像しながら聞いていただけるといいんじゃないかなと思います、はいはい、で今回これなんかコンセプト的なものあるんですか。コンセプト、はい、ちょっととにかくマンソリーのすごいやつ作ろうぜみたいな話から始まってるんですか。あ、そうそう、まあまあとコンセプト、はい、まあ、お客さんがもうスター、はい、スターはやっぱりいい車に乗って夢を与えるっていう、はい、こうかっこよく颯爽と走っていただきたい。なるほど。これマンソリーっていうのは、うん、オーナー様からのご要望でってことなんですか、それとも飯村さんがいやマンソリーって、いや最初だからほら一番最初冒頭でもご説明をさせてもらったんですけど、車ごとあってそれを買おうかなって言ってたんだけど、ね、売れちゃったからじゃあ一から作ろうっていうなるほどだったんで、まあそのじゃあ一から作ろうってなった時にやっぱりブラバスとかっていう選択肢はもう全くなくて、もうマンソリー一択だったんで、でもう今回割とフルフルで、はいはい、仕上げられてる車になるみたいです、はい、で周りから行きましょうか、はい、で今回この車の色が、うん、マット、そう純正のマットブラックで、だもう車が怖いいかつすぎて怖いです。これ後ろつかれたら嫌だよ、ね、これやばいですよね。嫌だね。もうだからしかもマンソリーのこのエアロの造形と、うん、この車のでかくなってる感と、うん、このボディカラーすごい迫力だよね。いかつさが半端じゃないな。半端じゃない。でちょっとこの後触れますけども、フェンダーなんかもブラバスのワイドスターなんかよりもさらに出てるんですよね、はい、さらに出てます。なんでちょっとバンパーのその何ですか、幅ワイド感もそうだね、端の長さがねもう全く変わっちゃってるから。そしてこうエアロのデザインもどっちかっていうとワイドスターとかってこう純正ライクなデザインじゃないですか、うんうん、でもマンソリーとかってもう完全にこう作り直してる。そうだね、オリジナルっていう感じっていう感じですよね、うん、もうなんかこう派手というか、うん、もうこれがマンソリーですみたいな。そうですね、はいはい、もう好きとか嫌いとかっていうんじゃなくて、そういう、そういう次元の話じゃないね。もうこれがマンソリーですよっていう、うんうん、もうそういう形、はい、このフィンの形なんかも多分普通のこの純正の延長線上からは絶対出てこないこのラインじゃない。そうだね、確かに。このフィンもそうだし、この横のダクト、はい、そして今回この辺なんかも追加してあるんですよね。そう、横の一番端っこのやつを、この部品ですよね、はい、追加してます。これもつけるつけないでだいぶフロントの印象変わってくる。変わるよね、うん、小さい部品なんですけどだいぶイメージが変わるかな。でこのフィンだけじゃなくてこっち側にもこう逆のこうフィンの形状がついてたりとかして、うんうんうん、すごい凝ってたデザインで。で下側はこのカーボンのリップがちょっとついたみたいになってる、はい、ついてます。バンパーのサイズ変わらないんですけどワイド感出てるからちょっと平べったく見えません、バンパー。そうだね、確かにそんな感じしますよね、うん、でも造形が本当にえぐいんですよ。もうでこっちデイライト入ってるんでしたっけ。そこがデイライトになってます。だまあ種類があって横長のデイライトのパターンか丸デイライトのパターンかみたいないうパターンでボディキットワンツー選べます。そして今回はカーボンは一番スタンダードな、はいはい、T200、はい、ただちゃんと折り目もこのセンターに向かって、はい、V字ですね、タイプで。これだけエグいデザインなんですけどちゃんとなんかこうオフっぽいというか、なんか この辺はそうだね、アンダーガード風デザインみたいな、ね、なってるんですね、うん、
ちょっとそれはゲレンデだからってことなんですかね、うん、もうだからバンパーだけでもすごい造形をしているという。そうだね。そしてあとはこのダクトの中なんか見ました？これ網塗ってます。はい。でさらにこの透けちゃうとかっこ悪いんで、お裏から当て物をして、さすがボンドボディ、はい、仕上げてある、はい、で結構こういうダクトのでかいバンパーとかつけると、うん、ちょっとその辺の処理が雑だったりすると。そうだね、確かに中のこのスカスカになっちゃうもんね。まだ中黒ければいいんですけど、このウォッシャーのタンクで白いのとか見えちゃってるとちょっと残念な感じになっちゃうじゃないですか。なのでその辺なんかもしっかり今回仕上げてるみたいです、はい。そしてあとはこの辺なんかも柄と変わってるんですかね。全部塗ってます。グリルの、縦のメッキの部分はもちろんなんですけど、ベースの部分も半ツヤの。こっちも塗ってる。そう、こっちも塗ってる。なのでこのね、カメラのこのここがどうしてもこう素地感がすごい出ちゃうから、ここを、絞取って半ツヤ、ここ絞ったんですか？半ツヤに塗ってる。でこれ言われないと分かんないですけど、比べたらだいぶ違いますね。そうね、そう。だから本当にもう比べないと分かんない、逆に自然すぎちゃって。確かにもう比べると純正の方がちょっとプラスチッキーな、そう、ちょっとチープな感じに見えちゃうんですね。これしっかりやってある感が、うん、この中もそうだし、特に確かにカメラは出っ張ってるんで、そうね、ん、ここ効果は結構あるかもしれない、ね、あると思います。でこのセンサーのところなんかもしっかり、はい、マンソリーのマークで、これあれなんですよね、下手にここ触っちゃうと、そう、ディストロニックは結構危険で、変にシールとか貼っちゃうと、もう効かなかったり効きっぱなしになっちゃったり、エラーが出たり大変なことになるんで、ここはきちんとしたものを使わないとトラブルになる。なるほど、こんな感じで前も、はい、だからとにかく今回真っ黒っていうのもちょっと、そう、とにかくで純正で、純正マットなんで、まあ、最初のボンドボディ入れた時もすごい悩んだけど、その他の部品をね、カーボンをグロスにするのかマットにするのか、まあ、こういう絞取って部分をグロスにするのかマットにするのかみたいな。でも今回はもう全てマットブラックで、まあ、マットブラックというか半ツヤで、仕上げて、カーボンはマットカーボンで仕上げたりです。基本的にツヤがない仕様。ツヤがない仕様。一回ツヤがあるのは東京店の方で、そう、一番最初オートサロン出した時ね、車がボディラッピングして、でカーボンパーツはそのままグロスで残してっていう仕上げをやってるんで、全然だから印象が違いますね。全然違うよね。だからなんか光ってないから、逆に一体感がある。そう、一体感を出してる。ツヤありだとこうつけた感というか、そこがちょっとこう、そう、どうしてもね、黒いボディで黒いカーボンが来ても、そのツヤがあるないでこう目立つ感は、うん、つけた感は出ちゃうんで、つけた感を出したいのか、こう一体感を出したいのかで、こんなにも違うという。でその辺の一番大きな部分がこのボンネット、はい、ボンネット、これ本当にマットにすると全然印象違いますね。そう、なんかそれこそつけた感がないというか、自然カーボンなんだけど、マットで仕上げればボディカラーとそのなんか調和されるっていうか、派手さを少し抑えられる。でこの辺の造形もえぐいわけですよ、ちっちゃいダクトがついてて、すごいよね、このマンソリーの、まあ、ボンネット交換だからね、今回ね。で当然全部ドライカーボンですから、はい、強度もあって、だとカーボンのパーツで安価なのって、こう肌がこう波ってるじゃないですか、うんうん、なんかボコボコボコって、うん、それがないですよね、マンソリーって基本的に。あとはその仕上げもボンドボディの方でしっかりやってあるんで、うん、まあ、その辺なんかの高級感も損なわないという。はい、でこれ最初なんか塗り分け吸ったもん出してましたけど吸ったもん出した、はい、なんかグラデーションやれとかね、やれグラデーションだとかね、塗り分けるだとかね、全出しです。全出しで落ち着いたと、はいはい、やっぱりこの辺はいろいろシミュレーションした結果、そうね、そう、だからその純正マットブラックじゃなければまたちょっと違うかな。確かに確かに、そのボディがマットブラックに対してそのカーボンの部品をつけるって結構難しいよね。まあマットブラックじゃなくてもマットオリーブとか、他のね、純正カラーがあると思うんですけど、それでもやっぱマットのボディカラーにじゃあこういう部品をつけた時にそれをどう仕上げるっていうのは結構難しい。確かにちょっとチョイスが難しいですよね、うん、そして今回このナイトパッケージなんかとの相性も、はい、はい、
そうですね、標準の仕様だったんでヘッドライトの交換とこの辺のウィンカーのレンズの交換と、まあ、後ろも横も全部レンズは変えてあります。本当に一体感と、もうこれでやっぱね、インナークロームのヘッドライトだとちょっとね、まあ、それはそれでいいのかもしれないけど、まあ、一体感っていう部分で言うと少し欠けるかな。なんでつい先日ご紹介させていただいたあのシャンパンゴールドの G クラスと、はいはい、全く真逆だなと。真逆だね、真逆。そのあの車ってもう全くどこをいじったかわからない、はいはい、黒くしない、はい、普通黒くするとこを黒くしない、しない、こっちってもう真逆じゃないですか。もうどうだっていう、そうだからなんかもうやるときは徹底的にやる、やらないときはやらないっていうのが非常にいいかなというのをお客さんにちょっと言ったら、お前それ仕事手抜きしてるだけだろいやそうじゃなくてって。なるほど、うん、だからメリハリをこう、もうホイールと車高でバチンって決めるときは逆になんかこう他やらない方がなんていうのかな、なんか頑張ってる感が出ないっていうか、確かにさらっと感が出るっていうか、だけどもやるときは徹底的にやりますっていうところがこうメリハリかなと思います。だ今回はそっちの方向でも徹底的に全部ボディも足元も徹底的にやってあると、はい、そして早速横行きましょうか。行きますか。いやお待たせしました皆様、そしてオーナー様、はい、待ちましたね、待ちました、はい、足元が、はい、割とこうアナーキーの中で人気があるというか定番というか、そう定番で、はい、しかもそのスタンダードモデルっていうのかな、アナーキーだと、X シリーズ、それから AN シリーズというのかなとレトロあって、で今回は、まあ、通常よく最近僕ら多分 X シリーズをつけることが多いと思うんだけど、まあ、今回はあえての定番の AN30 13、ただこのその先がこう来たかと思っちゃいました僕はこれ見ていただけると分かるんですけど、はいはい、まさかのこのフカリムそうですプラスコンケーブ、ディープリムプラスディープコンケーブみたいな、これ今までなかったっすね。これむちゃくちゃかっこいいよね。なかったというかできなかったっすね。そうできない、車が限られるからね。結局このリムを取るんであれば、まあ、それなりにこうマイナスオフセットというかオフセット深いホイール、うん、もしくは、うんまあ、すごく幅のあるホイールじゃないとこれがまずできないじゃないですか。そうでなおかつそのコンケーブってこの逆反りも同じで、うんうん、オフセット深いかよっぽど幅が広くないとできない、うんはい、その両方をやるってなってくると相当ですよこれ。相当です。これすごいよね。これすごいですね。だからもうこのセンターのセンターキャップからどんくらいですか。15センチぐらい確かに。もうだって俺この角度で見えないもんセンターキャップ。だこれどっちかでだけでやってたら、うん、えぐいことになってますね。そうだね。だからもうフカリムだけでディスク平らにしてフカリムだけってやったらもうものすごいリムを取ってるし、そう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 、逆にコンケーブだけって言ったらもう、いや多分ねもうディスクが、はい、これがマックスだと思う。でセンターパッド取ってないじゃん、はい、だそのなんていうのワイドにしてホイール入れるときってどうしてもそのオフセットをマイナス方向に振っていくけど、ディスクがないからハイパッドになっちゃって、まあ、結果スペーサー入れたのと一緒じゃんみたいな感じになるんだけど、今回のはローパッドでマックスディープだけど外側まで届かずみたいな。飯村さんの解説が難しいんで僕がもうちょっと噛み砕くと要はここの厚みですよね。 ここの厚み、そう、そこの厚みがね、はい、全くないのよ今回。今回極限までここを薄くしてあると。そう、はい、結構ホイールによってここを結構厚く取ってあってこの辺からスタートしてる。そう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 、多分ほとんどだと思うんですけど、今回もだからめちゃくちゃ薄いんですよ。めちゃくちゃ薄い。だからこの取り付け面が奥に引っ込んでる感がすごい、ね、すごい。でスペーサーを入れた風に見えないんですよね。見えない。だからここがどうしても厚いとこうスペーサー入れて出てるように見えちゃいますね。そう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 、背中のこのここがちょっと長くなる、ね、そうだから結局ハイパッドで調整してるだけじゃん、まあ、イコール結局スペーサー入れても一緒やんみたいなとは言いますけど、はい、今回のはもうなかなかできないですよ。そうね、はい、バッチバチで。そして今回これ極限で作ってあるんで、はい、もうこれ以外にはつけられないわけ。つけられません、はい、もうこれでもうつらつらもうつら位置に作ってあるんで。そうです。ワイドスターですらはみ出ちゃいます。ワイドスターでもはみ出ちゃう。もうノーマルでやったらもうとんでもないミニ四駆みたいになっちゃう。で本当に限られた条件でしか履けないスペシャルなホイール。そうです、はいはい、
そしてこれサイズ的には24です。4です、はい、フロント 10.5/24 でフィニッシュがポリッシュドスモーク。なるほど、はい、これフィニッシュもまたすごいですね。かっこいいよね。リムもディスクもだ、そのあんまり僕らスリーピーをそもそもさつけるってケースって結構少ないじゃん。なんかどうしても2ピーやっぱりより反れるとか、より大きく見えるっていうので2ピーを選ぶ理由時が多いんだけど、まあ、今回の場合24なんでそもそも24インチで2ピース選べるのは AL13 しかないん で今回アナーキーってなると3ピーなんで、こういうそのリムポリッシュスモークっていうのはすごいかっこいいよね。これなんかちゃんと高級感もあって、うん、はい、こう絶妙にこう黒光りしてるというか、そうだからその今回そのボディカラー全部マット、他も全部マットで仕上げて、ホイールにだけ花をこうちょっとね添えるみたいな。でもそこでちょっと明るいこうブラッシュドとかポリッシュとかじゃなくて、ちゃんとこの暗いポリッシュ、ちゃんとその角度によってこうキラキラもするし、パッと見黒だしっていう、もう本当になんか今回絶妙なところを全部攻めてきてるなって感じしました。そうですね、はい、そして24だと、うん、最近ちょっと話したんですけど、うん、まあ、でかく見せたいであればそれでいいんですけど、うん、こうタイヤが薄くなりすぎて、うん、車とのバランスってすごく難しいじゃないですか。難しいな、難しい。でちょっと前にその言ってたのは、もう薄くなりすぎてこうホイールのデザインとかフィニッシュによってはちょっとかぼちゃの馬車じゃないけどそうね、はい、そうこのゲレンデのこのボディと形がね、シルエットがどうしてもこういうねシルエットなんで、ちょっと逆になんかホイール大きいんだけどタイヤが薄すぎて、うん、そう見えてこう頼りなく見えちゃったりとかっていうの結構ありますけど、今回このリム取ってたりとか、そうだ、ワイドボディプラス24っていうのはすごい一番バランスがいいかな。でそのなんだこうどっしり感も出せるし、そうですね、すごくこう力強い24なのに かなりこうどっしり感が、うん、はい、でタイヤペラペラ感もそんなにね、フェンダーが変わってるっていうのもあるし、まあ、車高ももちろん落ちてるんだけどそんなにこう強調されないというか、難しいですね。同じなんか24でもこうフィニッシュとかこうディスコのデザインとか、はい、でちょっとこう見え方が変わってくるというか、全然タイヤの厚みも変わって見えるし、うん、車全体のこう印象も変わって見えてくるという、うん、だからこれが例えばノーマルフェンダーでこの同じホイールを入れてってやっても結局リムの取れる幅も変わってきちゃうし、そのディスクの反り方も変わってきちゃうんで、また見え方変わっちゃう。ちょっと本当にこれじゃないとできない、そう成立しないのはあるかもしれない。で今回これローダウンもしてあるんですか。してあります。 IID のダウンサスで、ローダウンしてあります。なるほど、はい、適度なローダウンもしてあるみたいです、はい、あとはこのフェンダー、はい、でかいよね。これちょっと伝わりますでしょうか、このサイズ感。でかい、でかいですよね測ったらめっちゃでかい。このボディのこのフェンダー、こっちのフェンダーからこのここまでだいたい16センチぐらい、うんうんうん、純正比でいうと多分45ミリから50ミリぐらい片側ワイドになってる、うんうん、でブラバスが30ミリワイドなんで、うん、ブラバスよりさらにワイドになってる。でまた何回もちょっとそのワイドスターとかマンソリーでご紹介してますけど、うん、このフェンダーここの形が変わってくるんですよね。はいはいはい、はい、純正で結局こっちのパネルが少し出ててからフェンダーが始まるんですけど、うん、マンソリーとかこうブラバスの場合ってここからもうカクカクって出てくるんで、うんうん、この車のシルエットというか、うん、がだいぶ変わってくる。そうね、変わってくる。で多分ここの傾斜もそう違うんですよね。そう寝てるよね、ちょっとなで型みたいな、だから余計でかく見えるというか、うん、だから純正これ本当にイメージで言ったらですよ、イメージ言ったらね、そうだね、イメージ言ったらそういう感じだね。だからここのサイズ感がちょっとこう、うん、おかしく見えちゃうぐらい。確かに純正ってこっち側もボディがこう1センチぐらい出てるんで本当に半分ぐらい見えますよね、うん、そうだね。この辺なんかもかなり車のインパクトが変わって見えるところかなと、はい、そしてあとはここですよね。はい、そこもマンソリーの部品が、これもだからマットが効いてますよね。そう、だからここをねやっぱりグロス、まあもちろんそれグロスでもいいんだけど、ちょっとグロスだと取ってつけた感が若干、いやでもグロスもかっこいいんですよ、あるかなっていうのはあるんで、はい、もうなんなら目立たせない方向に、うん、今回は振ってるんで、こんな感じでマットで仕上げてあります。でこの
普通に考えたらでかすぎるダクトが収まってる、収まってるんですよちゃんと。これだから本当にカーボンマットの車カーボンつけるとなるとグロスにするのかマットにするのかちょっと悩んじゃいます、ね、そうだいぶ悩むと思うこれは本当に。今回のこのバランスもまたすごいですけど、そしてこれモールのところもしっかりマンソリー、はい、マンソリーの部品がで、さすがにここはマットにできないんですね。そこは、いや、そこもマットにできるんだけど、はい、このモールの並びなんでグロスに、そこだけはこのモールが確かに黒のツヤありですから、ね、そこはそのまま残したんで、なるほど、ある程度こう立体感を作るのがやっぱり大事だと思うんで、まあ、なんでここも土台は何もせず、なるほど、そのまま脂肪のままいってます。そして僕重要なことを忘れてたんですけど、はい、ですか、あとこの車はマットマットって紹介してるんですけど、うん、マットでさらにマットのプロテクションフィルムを、そう、全身、はい、ステルスでフィルム貼ってます。今回施工してあると、はい、だから質感を大きく変えずに、まあ、全部ボディをガードして、そう、やっぱり純正マットボディってこう使い勝手がねちょっとこうシビアっていうか、どうしてもそのゲレンデ洗車して水がもういろんなところからこう出てくるから、まあ、そのシミが起きるとか、いうのもあるし、何かあった時に、ね、マットって磨けないんで、まあ、であれば最初からもうプロテクションで包んじゃった方が確かに使い勝手がいいなっていう。板金の職人さん言ってましたけど、なんか普通に洗車して拭き上げるだけでもだんだんツヤ出てきちゃう。そう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 、ね、その新車の時のそのマット感と、うん、その中古でその洗車なんかも繰り返した後だとだいぶ変わってきちゃうって言ってました、うん、はい、でその辺が大丈夫なように全部、はい、でこのマンソリーのこの複雑な造形が腫れるんですね。いや相当嫌がっせ全部ワンオフって落とすもんね。そう相当嫌がっせね。でそれ無理っくりお願いして、もう、うん、しょうがないよね信頼できる職人さんに買ってもらってる、はいはい、やってます。だからこの辺の造形なんかも、はい、こう2ピースにしたりとか、うん、そう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 、はい、でもう全部貼ってある。貼ってあります。でまたこうエアロパーツつけた後に全部施工してるんで、うん、こう綺麗にこうくり抜いてあったりとか。そうね、この辺なんかもこう、はい、状態はいいよね。一番ちょっと費用と時間がかなりかかってそうですけれども、はい、まあ、マットの車なんかもこんなことができちゃうと、はい、であとは、まあ、この辺なんかも塗ってあるんですかね。はい、そこも脂肪取って半ツヤで塗ってあります。だ素地のパーツを基本的に極力出さない。そうだね、ボンネットのここもそうだしここもそうだしっていう。この辺なんかも塗るとやっぱり違いますね。違うよね、やっぱ土台はすごくこう、まあ、面積が割と大きいパーツなんで、やった感は出るかな。あと純正素地だとどうしてもちょっとグレーっぽく見えちゃうんですよね。そうで、あとなんかしらっちゃけてくるじゃん、そのうち時間経ってくると。だそういうのもないし、であとはここはどうしてもちょっと特殊なんで、そう、そこはねできないという。でもそこはもう残した方が僕は逆にいいかな、うん、ちゃんとラインがつくんで。ここがあれなんですね、プラスチックとゴムが一体になってるパーツなんですね、うんうんうん、だから塗ったりとか手が加えられないという。そしてあとはこのステップも、はい、ステップもこれはプロテクション、ラッピングとプロテクションでサテンの黒で仕上がっています。もうだからこの辺も前回こう、いやメッキのままなんですってこうシャンパンの車では言ってたけど、とにかく徹底的に黒、あれは触らない、はい、今回は触る、はいはい、そしてマンソリーのこのドア開けると光る、はい、この辺なんかも、はい、ついてます。でドアハンドルもね、あ、ここもしっかり、はい、塗ってあります。これだからちょっとこの詳しい人が見たら、うん、ただものじゃないなっていうのは。そうだから分かんない人には分かんない話じゃない、でも分かる人にうわみたいな。もうマンソリーでまずインパクトがすごいし、そうだ、ね、細かいところも全部やってあるという、うん、だからそのエアロパーツ組んでありますっていう車、まあ何台か例えばあると思うんだけど、その中で、まあ、どこまでやってあるのか、どこまで手を入れてるのかっていうのは結構一台一台違ってくるんじゃないかなと思います。こんなとこまでやってあるの。そうね。そしてマフラーもしっかりマンソリーになってます、はいはい、でこちらも黒に塗ってあります、はい、もう真横90度真横に出るタイプなんですね出てますね、はい、これもマンソリーだからこう成立してるというか。そうだね、はい、なかなかね、
社外でこの横90度出しのマフラーカッター出しても多分選ぶ人ってあんまりいないと思うんですよ。なかなか。でもアクラポなんかは、ね、あそうですね。そう真横だよね。あのぐらいなんかちょっとブランドが確立してないとちょっと成立しなくないですか、ね、真横90度そうだね。しっかりこんなのも今回出てる、はい、そしてリアもこのこれやばいでしょ。だからこれちょっとこの後紹介しますけど、後ろから見るともう車の形がこうなんですよ。そう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 、割とゲレンデってこう四角じゃないですか、うん、それがもうこういう形になってる。そうなのそうなので、それがもうつらつら、はい、なんだったらもうちょっとゴムのこ の, あのリムガードぐらいはちょっと出てるんじゃないかっていうぐらい。そうこれがかっこいいよね。これあれですね、オーダーの鍛造ホイールの魅力というか。そうです、ここまで攻められる、はい、でリアは 12.5J で355のタイヤを履いてます。355、はい、もうスーパーカーのアベンタドールと同じ幅の355、ね、えぐっ、こんなのが入ってると。でリアもこれちょっとあれですかね、ディスク違います、フロントリアで。フロントリアでリアの方が反ってるかな、若干反ってますよね、うん、はい、でリアの方がディープリムですね。だからフロントでもあんなにこうリムが深くてコンケーブしててびっくりしたのに、リムはさらにそれがアップしてるという。リアはもっと強烈。これもうだからなんかこうサンプルとかディスプレイでそうだね、できますよっていう、そうだね、そういうレベル。どちらかあったらね、確かにこんなの何に履くんだよって言ってるようなやつだよね。これちょっと映像伝わるかな、このぐらい本当にとてつもないサイズが入ってる。強烈だよね、はい、で今回ちょっと触るとこ多すぎて忘れてましたけど、はい、キャリパーも塗ってます、はい、はい、きちんとしっかり、はい、プラッティングシルバーでクロマンソリーロゴ。全体的にこう黒でまとめてあるんですけど、ちょっとこのそうポイントポイントでなんかこうちょっとキラッと光る部分があった方が色気があるかな。これだから車動かすと足元めっちゃかっこいいですよ。めっちゃかっこいいよね。めっちゃかっこいいですよ ね。ホイールがこう回ってキラキラキラってなってるのと、中のキャリパーが見えるのと、そして後ろもフロント同様の、はい、ちょっとだけサイズがちっちゃくなった、はい、ダクトがついて、リアのバンパーと、あ、これもついてるよ、 D ピラーのカバー、ここっすね、オプションです。これもだからすごい張り方してるんですよ、プロテクションね、はい、うん、3ピースぐらい張ってますよね、うん、よくうまく張れてると思う。あの僕がプロテクションフィルム屋さんだったらお断りです。いやいやそうだよね、いやもうほぼ断ると思う、みんな普通お断りです。嫌だよね。でしかもだってこれ貼る前からマットクリア塗ってあるから、うん、貼らなくてもまあそうマットはマットのカバーなんですね。マットでここ別に傷つかないし、いやいいじゃないですかって なりかねないですけど、うん、まあ、この辺なんかもしっかり貼ってます、はい、でこれが貼ってあるんでここも全部抜いてあると、はい、だから貼るときもだからあれですよね、ここだついてないですもんね。そうついてない、穴の開いたフィルムをこう、うん、貼ってるわけ。そうここもずらせないし他のところもずらせないじゃないですか。そうやばい、それは嫌がられます ね、嫌われるよね。そしてこっち、はい、はい、ルーフにもスポイラーがついてて、はい、これもなんか他のエアロパーツ見ると逆にちょっとシンプルぐらいに見えちゃう。そうだよね、マンソリーのルーフスポイラーってすごいシンプルだよね。割とこう下はこうボリューム持たせたんですけど、うんうん、上はさらっと、他の車種でもさらっと仕上がってます、はい。そしてそのまま下がってくると、はい、今回背面タイヤレスということで、はい、スムージングしました。これもう相当大変みたいですよ。いやこのね、現行のゲレンデのスムージングは本当に大変。あれ撮ってるのかな、その途中経過って。撮ってたと思います。撮ってるんだよね、はい、だからここに丸いのがバコーンって。そうなんですよね、いるから大きいこうベースが出てきちゃうんですよ、ね、そうだからこのプレスラインを作ってあげないといけないよね、後からで、純正マットカラーが余計嫌がられるよね。であと結局その穴を例えば塞ぐとかプレスライン作るって言っても、違う素材とか適当にこう作っちゃうと後で出てきちゃうんですよね、うんうんうん、そうすぐだよね。ゲレンデなんかやっぱりこうたわむきしむボディがやっぱりそういう車なんですぐ出てきちゃうんで、だからちゃんとこの形のパネルを作ってぴったり埋めて、うんうん、ここのパネルをもう一回成形し直してやってるんですね。そうです。なんでもう最初からなかったかのような本当にすっきり完成度、うん、はい、そしてもうここが平らになったんで、はい、お分かりいただけますでしょうか、この車の形、この形ね、本当真後ろ
なんじゃこりゃって感じだよね。そして下から見えるこの355のタイヤが太みたいな、これちょっと目立ちすぎじゃないですか。これいいでしょう。振り返りますよ、うん、そうなんか走ってるところを旗から見たいよね。あ、確かにね、みんながどういう反応するのか。確かに。そしてリアのバンパーなんかもフロントとこう、はい、なんか共通性を持たせたこう衣装ですよね。そうですね、アンソニーの横にフィンがあって、はいはい、ちょっとリップっぽくついてる。で純正リフレクターも、はい、もともと真っ赤なんだけど、スモークテールにしてるんで、なるほど、同じようにトーンを落として、はい、ちょっと色味が合うようにして一体感を出してます。ついてるみたいです。であとは今回 そのポイントとしてはナンバー、はい、そうね、どうしてもヨーロッパナンバーの方がね高さが低いから、日本のナンバーをつけるとそのまま行こうとすると斜めになっちゃうので、下側をカットして少しナンバーを中に入れて立ててる。まあ、法令的なもの最近ナンバー厳しくなったじゃないですか、うん、ちょっと数字が隠れちゃダメとか角度がどうだとかってあるじゃないですか、うん、けどナンバー その取り付け方ってめちゃめちゃ重要じゃないですか。重要、特にこうちょっと高額車両とか、はい、なんか純正のナンバーベースとかおかしい車もあるじゃないですか。ある、ピンポイントで言っちゃうと992とかいっぱいあるよね。どうしてここにこうなったって、992のフロントのナンバーベースは上がってるやつでしょ。そう、上にね、ああいうのとか、あとはもうメルセデス全般こうちょっとこうなってるじゃないですか、フロントのナンバーとか。ああああ、だってリア、あと特に欧州車なんかだと、ああ、もうこういうのつけられないからこうなっちゃってたりとか。そうあれちょっとスマートじゃなくて絶対嫌なんだよね。そうなんで今回はなんとここにこうスポット入るようにして、そう加工してつけてます。でちょっとこれプライバシーの関係で数字出せないですけど、うん、数字キワキワでした、うんうんうん、数字隠れちゃうと NG ですからね、はい、なんでもう絶妙なとこ縁だけ、はい、確か縁は純正 のナンバーワークみたいに、ねはいうんうん、OK のはずなので、うんうん、数字さえ隠れなければもう絶妙な感じに仕上がっております、はいはい、じゃあ続いて内装も少しカスタマイズしたい、はい、ということなんで、はい、開けたいと思います。これ内装が、うん、なんか全体的には触ってないんですけど、うん、シートとか変わってないじゃないですか、うんうんうん、なんか側をいじったらめちゃくちゃ一体感出ましたね。さらにそうだよね、なんかこう雰囲気がすごく黒の、うん、いいよね。で今回カスタマイズしたポイントとしてはステアリング、はい、ステアリングを、まあ、その他のトリムが純正でカーボントリムがついている車なんで、うちのオリジナルのカーボン加工済みステアリングに変えてあります。あれこれもともとどういうステアリングでしたっけ。もともとはフルレザー、ね、レザーのステアリング、なるほど、それをカーボンにした、はい、で側でこれだけマットなのに、うん、カーボンも全部マットなのに、うん、内装のカーボンは全部クロス、そうそういうメリハリですよね。そうね、で当然こう純正の綾織りとかにも合わせてあるので、うんうん、そうです、はい、でそこがちょっとちぐはぐだったりとか質感変わったりすると、ね、うん、ちょっと取ってつけたなっちゃうんですけど、今回はそのステアリングなんかも加工ですけど、はい、純正の質感とかなり、はい、同じような感じになって、そしてあとは足元が、はい、ペダル、マンソリーのペダルとあとマンソリーのエントランス、イルミエントランスがついてます。ペダル僕初めて見たんですけど、うん、マンソリーのペダルこれかっこいいですね。かっこいいよね。これちょっとこれだけでもつける価値ありますね。黒いのね、なかなか黒いペダルって、うん、昔ハーマンとかね、え、そうなんですか、黒いペダルが確かあったと思うんだよね。へー、だけど最近ってなんかペダルって言うとなんかシルバーっていうかね、確かに、うん、アルミなんだけど、マンソリーの黒いペダルがついてます。これちょっとマットとペダルだけとかもやりたいですね、うん、いいよね、いいですよね、おしゃれですよね、うん、そしてエントランスもしっかり、はい、イルミネーションもエントランスがついてます。でそのカーボンの部品はもちろんグロスで仕上げてあります。というわけで内装は本当にポイントポイントでしか触ってないのに、はい、なんか外側がこれだけしっかりいじり尽くしたら、うん、内装がちょっと本当に黒で統一されてて、そう、はい、いいよね、こういうめっちゃまとまってるなと思いました、うんうん、だからなんか最近ほら内装ねすごい洒落てる、まあ、白とか、茶色とかね結構多かったけど、紹介する車なんか特にだけど、こうやってもう潔く黒っていうのもね、外側がイメージこういうイメージだとすごくまとまってるなと思います。じゃあ最後になりますけども、はい、最初にも言ったんですけど、ちょっと今その輸入パーツの納期遅延が出ちゃってるんで、うん、その車カスタマイズしようと思ったら、じゃあ早めに、そう、むちゃくちゃ早めがいいです。ですよね、はい、特にアメリカ製の単造ホイールなんかは、はいはい、
今どうしてもなんか部材の方が部材がまあ全世界的にオーダーがもう殺到しててバックオーダーの数が半端じゃないのとまあそれだけオーダーがあるからその部材の確保も難しいっていう状態で、はい、納期がかなり時間かかっちゃってるのでそれはもういち早く早めがいいと思います。新型車種なんかだとどうしてもそのデータがなくて作れないそうだね現車が来るまでなんていうのもありますけど、うんまあ、この辺だったりだとか、うんまあ、メジャーな車種であればもう事前に車が届く前にこういうオーダーしておくなんていうのもできますから、はいはいはいまあ、お気軽にお問い合わせください、はい、というわけで今回はこのマンソリー G クラスをご紹介させていただきました。もうマンソリー G クラス両方ともどんなのでもお任せください。何でも、はい、お気軽にお問い合わせください。というわけで、はい、ボンドチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。